はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらすごく面白いコーヒー器具が届いたんでね、紹介していきたいと思います。はい、いつもだったらねこの辺にテロップとか出しますけど、もうそうするまでもないですね、見たままです。はい、カリタのウォータードリップムービングという、まあ、水出しのコーヒー器具ですね。これこの間ショールームにお邪魔したカリタさんからねいただいたんですけれども、すごいね、なんかあんまりこう一般向けって感じしないよね。なんかパッケージからしてさ、ちょっと業務用感も出てるよね。かなり本格的なコーヒー器具の香りがします。じゃあ開けていきます。よっと、おお、熱い。はい、まず入ってたのは説明書と、それから、あ、これ結構パーツごとに分かれてるんですね。はい、こいつとでっかいのと、はい、こちら、かなりね精密機器なんで、まあ取り扱いには注意が必要なんですけれども、じゃあとりあえずこれから開けてみるか。よいしょ、おー、あ、綺麗な、なんだろうこれ、あ、水を落とす部分かな、お水のサーバーだ。ドリップをする上でね、すごい大切になってきそうな、はい、この水をポタポタ落としてくれる部分ですね。そしてこれか、よいしょ、おー、これまた綺麗だね。これ多分コーヒーを、落としてくれる部分なんだろうけど、かなり物としてはしっかりしてますね。こっちよりもなんか若干ガラスが厚い感じがする。うん、安定感がある。そしてなんだろうかこれ、もうなんかね謎すぎてね。何このおしゃれなパーツ。あ、そっか、これでこの水出し器具の名前でもあるムービングを実現するわけです。これがムービングするらしいんですよ。はい、内容物としてはこんな感じ。まずガラスのところはね危ないから避けておいて、この説明書に書いてある土台部分、この黒いとこですねを組み立てていきます。まずはこのベース板にこの長い方の柱をくっつけていきます。ドライバーはいらないですね。はい、このまんまねじ込んでよ、おお、結構しっかり、うん、かなりしっかりしてるな。よし、 OK、 止まりました。そしたらこっちだね、この分かれてるハサミみたいになってるやつをさらに入れてまたねじ込む。なるべくまっすぐになるようにね、いって、よし、こういうね組み立てケースすごい好きなのよ。でやりやすいね、やっぱドライバーがないから。でこいつ一番上にこれを、表裏とかある、こっちだね、よし、これをくっつける、よし、なのか、あー、ずれた、よし、いいかな、こんなもんか。で、ここに、600cc のフラスコとこいつをこうかな、こう乗せて、で、これで蓋をして、あ、いや違うな、これを挟み込むんだ。このスプーンと合体させたこいつをここに引っ掛けるのかな、こうかな、いや、ちょっと違うな、こうか、あー、わかった、こうだ、あー、来た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 、めっちゃ繊細。これがムービングにとってものすごくね大事な機構みたいです。で、最後にこの上部分ですね、このでっかいね水のタンクを乗せたら、よっと、お、OK かな、はい、できた。はい、というわけで、こちらが全貌でございます。めっちゃかっけえ、めっちゃおしゃれやん。なんかこう存在感が半端じゃないですね。まあ見てわかるようにね、このムービング、冷蔵庫に入れるタイプじゃありません。水出し器具ってあの2つあって、この水出し用のポットとかに粉と水を入れて冷蔵庫に入れて、こう一晩とかね待って翌朝できてますよとか、そういうタイプと、こうやってこう見て楽しむ、こうそのまま部屋に置いておいて、うん、こうポタポタね水とかコーヒーが垂れていくのをこう楽しむっていう、まあ、2種類がありますけど、これは置いておくタイプです。これもうこの時点でかっこいいよね。ん？あ、わかった。あ、ちょっとね、まだ完成しなかった。ここに蓋がいました。これがタンクの蓋で、これ、
セラミックフィルターって書いてあるな。こんなんで、なんか真っ白い石みたいな、あ、まあセラミックだよね。このフィルターが入っていて、これを、要はここに入れるみたいですね。うわ、はまった。あ、セラミックフィルターなんだこれ。このペーパーのろしがついてたんでね、あの、てっきりペーパーフィルターかと思ったんですけど、あ、わかった。あ、ここに粉入れて、上にペーパー1枚乗せるんだ。あの、まんべんなく水が染み渡るように。じゃあ、まあ、とりあえず先入れてみますか。もう早速ね、コーヒーの粉と水入れて、もうこれ入れるのに2、3時間かかるらしいんで、ちょっと早めにやっておきましょう。じゃあ豆はとりあえずケニアのフレンチローストで、説明書通りにいくと 50g から 60g ですね。深入りの豆を測ります。じゃあ、まあ、間取って55にしますか。よし。で、こいつを細引きにする。うん、なんかめっちゃ豆の量多いね。久しぶりにこんなに使うけど。まあ水出しだしね。で、細引きにするんで、どうしよう、引き加減は。まあ、好みとかね、季節にもよるんだろうけど、まず1くらいやっとくか。はい、それではいきます。はい、オッケー。めっちゃ山盛り。あ、ギリギリ危ねえ。そしてこいつを外して、はい、このセラミックフィルターが入ってる状態で粉を入れます。わー、こぼれた。はい、そしたらこれをまずスプーンかなんかで表面少し固めます。固めるつうか、ならすつうか、ある程度平らになるように、はい、ならして、こんなもんかな。 OK、 そしたらこのろしを上に乗せます。よし、完璧。こうすることで上から垂れてきた水が全体に染み渡るみたいです。はい、そしたら最後水ですね。この水を入れる前にしっかりね、このパッキンの部分をきっちり締めておかないと危ないらしいと Amazon のレビューで見ました。よいしょ。うん、でもほんとかなりしっかりはまるね。で、はい、この水を500から600入れるって書いてあるんだけど、まあ割と濃いめも好きだし、あ、てかちょっと待って、今ね結構残暑厳しい9月なんで、まだまだあの水がねぬるくなりがちだから、ちょっと氷をぶち込みます。まあこれ入れる入れないはね、あの個人の好みだと思うんですけれども、若干抽出温度が上がることによって出る成分もちょっと変わってきちゃうから、まあ揃えようかなと思う。お、あ、ちょっと待って、あ、ちょっと待って水が出ちゃってる。 Oh no、 コックを閉めてなかった。しっかりねコックを閉めて入れましょう。よし、これで、よし、500ml。 はい、それでは、長らくお待たせいたしました。乗せていきたいと思います。よっ、そーっとね、そーっとね。よし、いいかな。じゃあこれで蓋をして、よし、完璧。で、これをひねって、ちょっと待てよ、このコックをひねって水を出す。あ、来た。あー、ちょっと出過ぎ出過ぎ出過ぎ。おー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 あ、あー、こういうことか。ちょっと早いね。こうか、こんなもんか。なるほどね。ある程度ここに溜まったら落ちるんだ。あ、なるほど。一滴一滴ポンポンなるのかと思ったけど、あ、そうじゃないんだね。そうだよね。何回も何回もコン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 なってたら、そりゃね、ちょっとうざったいし。うん。このくらいがちょうどいいね。あー、いい。なんかこう、和を感じる。あの、日本庭園にあるさ、竹の獅子おどしみたいな。うわ、めっちゃええやん。これちょっと早いのかな？どうなんだろう。で、この音。うん。これが戻るたびに、ちょっとね、この蓋が跳ね上がってする音も、これも、いいです。うん。決して不快ではない。けど、なくすこともできそうだね。まあ、軽くなんかさ、マスキングテープとかでペタッと軽くね、止めておくだけでも。うんうん、あ、あ、いい。
もうほんとね、こんなもんでいいんですよ。こんなもんで軽く止めておけば、うん、ああいいね、めっちゃおしゃれやん。はい、今入れ始めて、大体5分ほど経過したんですけれども、まだ下から落ちてくる感じはしませんね。もう結構全体染み渡っているとは思うんだけど、うん、あ、でやっぱりね、この紙が1枚あることによって、やっぱ全体に綺麗に均等に水が広がってますね。いや、ほんと水出しコーヒーって久しぶりだけどさ、やっぱ見てたの知っていいね。これほんとずっと見てられる。うん、美しい。これだいたいね、2秒に1滴、水が落ちてくるのがちょうどいいみたいです。うん、いい感じだね。まあ今年の夏もね、かなり暑かったんで、皆さんこういう水出しコーヒーを、まあ、外で飲んだり、ご自分でね作られたりされたと思いますけれども、うん、やっぱなかなかこういう器具ないじゃん。こうおしゃれなさ、すごいおしゃれなこう喫茶店とか行くと、でっかいのがドーンと置いてあったりしますけど、これだったらね、全然うちにも置けるし、うん、構造が別に複雑ってわけじゃないから、それぞれのパーツで、ね、洗いやすそうだし、全然手軽にできそうですよね。で、あと今日はね、水出しコーヒー、水出しなんだけども、アイスじゃなくてホットも飲んでみようと思ってるんですよ、実は。これ出来上がったらね、水出しちょっと温め直してホットとして飲むのも美味しいという話を、噂を聞いたんで、てかいつの間にやら下に溜まり始めてますね。うん、この音もいいね。これは癒しよ、マジで。これ見ながらコーヒー飲めるね。あとなんかこう生活音としてすごいいいかもしれんね。時計じゃないけどさ、なんかこうリズムで鳴ってくれるから、この後ろで編集中とかさ、なんかこう無音状態が嫌な時にいい、すごくいい。これテープなくてもいいな。うん、素晴らしいね、マジで。はい、というわけで入れ終わりました。こちらアイスコーヒーと、ホットコーヒーにもしてみました。さっき言った通りね、はい、温め直して、両方とも水出しコーヒーでございます。とりあえず入れてみての感想を言う前に、とりあえず飲んでみての感想で。じゃあいただきます。うんうんうん、あ、はい、ちょっと待って、うん、あ、うまい。あ、うまい。最初口に含んだ時にちょっとクリアすぎるかなって思ったんだけども、あの水出しコーヒーだからね、その最初の
あの感覚だけで、その後にこのセラミックフィルターを通したことによるこのなんか油分とかも通ってるし、しっかり飲み応えもあるし、香味が香りがしっかり出てて、ホットコーヒーの香味の出方とはまた全然違うけど、ん？あれ？あ、うまい。あれ？水差しコーヒーってこんなうまかったっけ？うん。あ、うまっ。フレンチローストの豆を使ったんで、あんまりこう、豆臭いというか、青っぽい感じがなくて、うんうんうん。あ、しっかりコク深い。苦味もしっかり出てる。あ、うまい。で、じゃあ続いて、ホットコーヒーいただきます。ホットコーヒーにしたのは本当に初めてです。いただきます。あ、まず香りから。うん。やっぱ香りも種類が違うね、全然。知ってるケニアじゃない。いただきます。うん、うん、うん。へぇ、なにこれ。え、なんだこれ。うん、今まで飲んできたこう知ってるどんなコーヒーとも違う味がする。うん。で、美味しい部類。なんか自分の中で固めてたコーヒーっていうものの、この味覚のさ、なんとなくの、こう、ここまでかな、ここまであるかな、苦味って、酸味って、コーヒーの香味って大体こんなもんだなっていう、なんつうか、チャートっていうか、分布が広がった感じがしました。完全に知ってるものの外ですね。あ、コーヒーってこんな味わいもあったんだ。あ、うまい。え、ちょっとうまいよ。多分豆選びもすごく良かったんだと思います。ケニア豆によっても全然ね、味って変わるから。で、そのケニアの深入りで、細引きにして、今回は、まあ、氷をね、水の中に入れて、まあ、最後までは持たなかったけど、ある程度冷やしつつやったんで、まあ、酸化もね、ある程度抑えられたと思います。こうやってやっぱ部屋に出しておくと、冷蔵庫じゃないと、まあ、その分だけ酸化の速度も早まるし、温度が高いからね。うん、だけど全然、うん、味には、うん、不快な影響を及ぼしてない。だいたいこれ、2時間くらいかな。で、抽出できたんですけど、55g 使って、500ml 注ぎました。で、まあ、60g 使って600とかになったらね、まあ、ちょっと変わるとは思うんですけれども、だいたいまあ、2時間、長くても3時間とかでやれると思います。で、入れてみての感想なんですけど、まあ、この調節ネジはちょっとコツがいりますね。結構硬いし、あと、一滴一滴をこう水をね、垂らす機構だから、その調整、一滴の速さの調整をしなきゃいけないから、かなりシビアです。で、さっきも言ったけど、こんだけね、あの 600ml も入る、水のタンクがあって、それをパッキンで止めてるだけだから、ここを、ネジをいじるときにあんまりにも無理やりやりすぎると、このパッキンが外れる恐れがあると思います。だからパッキンをしっかり持つか、この金具部分をしっかり持ってネジの調整をした方がいいと思います。これ絶対気をつけてください。で、まあ、その調整だけ済んでしまえば、あとはものすごく簡単だし、もう機構もね、すごくシンプルだから、やっぱり洗いやすさ、片付けもしやすそうですね。でもしかし、いや、でもなんかすごいかっこよかったな。なんかね、それときめいた、久しぶりに。このね、繊細なパーツもあり、でもしっかり、物はね、しっかりしてるから、安心感あるし、なんかもう、ロマンの塊でしたね。すごく、入れててっていうか、見てて、うん、楽しかったっす。で、うん。うん。あ、コーヒーもうまいし、なんだろう、この味の出方。本当に豆が違うんじゃないかってぐらいね。うん。苦味もね、ほんとしっかり出てますね。っていうか、いつもより出てる気がするかな。まあ、多分これは豆のチョイスと、あと、引き加減ですね。によって全然変えられると思うし、引き加減、そうね、これ細かくしたけど、もう一段階、粗くても、こう、さらに優しく出そうだし、そこの調整で、うん、味の好みとかをね、合わせたらいいと思います。いや、しかし、よかった、マジで。アイスにしても、うん。アイスにしたらかなりクリアに、すっきり、でもコク深く飲める。飲み応えは抜群。ホットにしたら、まあ、こっちよりも、
かなり飲み応えがある。まあ氷で薄まってる部分もあるだろうけどね。でまあこれに関しては初めて今回みたいにねやった人、落としきってさ味の調整最初はできないじゃないですか。その場合は水をちょっと足したりだとかして濃さの調整をすれば全然できるんで、ホットコーヒーと普通のドリップコーヒーと同じです。差し湯とか差し水をすることで味の調整は可能です。であとこれねセラミックフィルター使ってますからしっかりね粉を止めてくれるんでクリアなコーヒーを、落とすことができます。下の方に微粉はあまりてかほとんど落ちていませんね。まあ若干の癖はあるけどね、普通のドリップコーヒーと比べてなんていうか知ってるコーヒーと違うというか苦味の種類が違うというかと別の枠だから好き嫌いがちょっとだけ分かれるかもしれません。ただ僕は好きですね、かなりうまいです。でもなんか2時間でしっかり抽出できるもんですね。やっぱ冷蔵庫って徹底的に低温だからさある程度時間が必要だけど、まあこうやってね出していくことによって、まあ、氷入れたにしても2時間3時間で全然ねしっかり抽出できてますね。細引きにもしてあるし、まあ総評としては本当にいい器具だなと思いました。めっちゃうまかったっす、見てて楽しい、見てて美味しい、飲んで美味しいうん、本当最高にロマンの詰まった器具だと思いましたね。まあこれはカリタさんだからってところがかなり大きいとは思うわ。まあドリップボトとかもそうなんだけど技術力が高いんだよね。これまあもらったから言うとかそういうんじゃなくて前に牛員さんとかもドリップボトの動画で話したんだけど、やっぱねちょっとした器具一つ一つの技術力が高いんですよ。だからこんだけね本当にシビアな調整なんだけどしっかりできるし安心して使えるかな。はい、というわけでじゃあ今日のカズマックスのコーヒーワールド、今日は水出しコーヒーのムービングの紹介でございました。下にねリンク貼っておくんでもしよかったらチェックしてみてください。まあ安いもんではないんで1万いくらする商品なんでまあよく考えて、はい、水出しコーヒーが好きな方ぜひぜひね試してみてください。あと個人的にはこの温め直してホットコーヒーにして飲むのかなり面白いと思います。アイスコーヒーとまたね全然別種の本当にさらに別種のねコーヒーになるんですごく面白いです。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。